国交正常化50周年の今年、この場所に、鑑真像が建立されたということは、我々二国間のその関係の強化において非常に大きな意義があるというふうに思っています。将会有来自世界各地的人在日本能看到唐代高僧的伟岸的形象，这是对中国文化当中的一种博大宽厚的礼文化、德文化的一种歌颂。坚贞再次东渡日本，我觉得这有新的时代的意义。